では今回は新しくなったエアチェッカー、こいつの使い方を、レクチャーしようと思います。ご覧ください。まずこちらのエアチェッカーのここに空気圧の数字が出ています。はい。で、大抵お客様の車どれでもこちらのドアを開けていただいたら、ここに空気圧の表示が出ています。この車の場合だと220ってなってますね。だそしたら、こちらの空気圧のチェッカーのこれを押していただいたら200が基準になりますので、220こういう感じになります。ただ僕の場合ちょっと高めに設定しているんで、今回250で設定させていただきます。エアチェッカーの口はこちらの方にフックがかかってます。で、説明方法もこちらに全部出ていまして、空気圧の貼ってある位置とかも解説してありますので、ここご覧いただいて操作していただければと思います。ではこちらの方外してもらって、これホース緩めますね。でこちらの方の空気圧、これですね、このバルブを外していただいて、そしてこれを差し込みます。で、こういう感じで音がしまして、自分ちょっと250に設定したんですけど、空気圧山ほど入ってるんで、本来はピコピコピコって音がして、最後にエンドっていうマークが出るんですよね。ちょっと待ってください。あ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。このぐらいかな。で、空気圧が、規定数字全部きっちり入ったら、よっ。はい、こんな感じでエンドっていうマークが出ます。これで規定の数字が入りましたということになりますね。はい。で、終わりましたら、ホースの方をきれいに戻しましょう。で、ホースの戻し方なんですけど、こちらも今レクチャーしていきますね。よいしょ。はい。ではホースの方は一回伸ばしていただいて、しまっていただければいいです。で、ここの数字このまま終わらせても、1,2 分したらリセットかかって元に戻りますので、終わったらこのまま置いていかれていいです。間髪入れずに次のお客様入られた時でも、例えば220とかだったらこういう風に押してもらったら下がります。で、こちらで上がりますので、これで設定してもらえればいいんで、はい、以上になります。新しいエアチェッカーになりましたが、またこれからもよろしくお願いいたします。